はい、どうも藤井です。今回はシューゲイザーの入門動画です。1990年代初めに流行し、数年後には廃れてしまった。しかし昨今は再評価され、当時より幅広く聞かれているジャンルだと思います。この動画ではジャンルが形成された1990年から92年の代表的なアルバムを紹介します。シューゲイザーの概要から話しますと、1990年代主にイギリスで流行した音楽のジャンルです。エフェクトを駆使したギターの音で空間を埋め、ボーカルはその奥から聞こえてくるようなサウンドが特徴的です。直接的には80年代にノイズギターとポップなメロディーを融合させたザ・ジーザス&メリー・チェイン、または幻想的なギターサウンドと浮世離れしたボーカルで後にドリームポップと言われた黒糖ツインズ、この辺りからの影響は非常に大きいと思います。または60年代サイケデリックロックのリバイバル、90年代的解釈といった側面、同時期のマンドチェスターやUS オルタナティブとの呼応などいろいろな要素がありますね。シューゲイザーという呼称については、90年代初頭イギリスの雑誌がムースというバンドのライブ表の記事で、足元を見るような姿勢で演奏する姿をシューゲイズ、靴を見つめる人と揶揄したんですね。その表現が広まって、多くのペダルエフェクターを足元に並べて演奏している、内省的な雰囲気のバンドをシューゲイザーと呼ぶようになりました。最初はちょっと小バカにしたような呼び方だったんですけど、ジャンルとして確立した後だとかっこよく感じてしまうのは面白いものですね。シューゲイザー初期の名盤、まず1枚目はおなじみだと思います。マイ・ブラッディ・バレンタインのラブレスです。マイブラは少し前に Isn't Anything の動画を上げているんで、そちらも見てほしいんですけど、ラブレスは1991年にリリースされたセカンドアルバムにあたります。膨大な時間と予算をかけて作られたそのサウンドは、重ねられたギターとその奥で揺らめくようなボーカル、サンプラーも多用され、その全ての音が混ざり合い、それまで聞いたことのなかったようなサウンドスケープを描き出しています。ラブレスはシューゲイザーを代表する金字塔とも言われ、このジャンルの完成形と目され、多くのフォロワーがここから生まれました。1991年のリリース当初からシューゲイザーの頂点とされ、ラブレスが出て誰もこのアルバムを超えるものを出せなかったのが、シューゲイザーのブームが短期間で終わった原因とさえ言われましたが、今改めて聞いてみると、シューゲイザーはマイブラだけじゃない、他にもそれぞれ個性があって素晴らしい作品がたくさんある、そう思います。その一方、このアルバムは非常に特殊で、ケビン・シールズがこだわり抜いて作り上げたサウンドは微妙な揺らぎや歪みがあり、そう簡単に真似できるものではないとも感じました。2枚目はライドのノーホエアです。このアルバムに関しては一本の動画にしているので、詳しくはそちらを見てください。ライドの特徴は、60年代からのブリティッシュロックの伝統を感じさせるようなところ、そして若々しさ、青春の甘酸っぱさ、苦さを感じさせるところでしょうか。3枚目はスローダイブの Just for a Day。 スローダイブは90年代当時、マイブラやライドに比べ知名度は少し落ちる存在だったように思いますが、2000年代以降再評価され、今ではマイブラ、ライド、スローダイブで三大シューゲイザーバンドと言われるほどになりました。セカンドのスーブラックが名作として取り上げられることが多いですが、個人的にはこのファーストアルバム Just for a Day を推したいです。幾重にも重ねられたギターサウンドと消え入るような男女ボーカルはマイブラと共通ですが、緩急のある演奏、情緒的な楽曲はより広がりを感じさせるものになっています。淡々とした演奏のようでいて、どこかエモーショナルな気持ちにさせられるんですよね。4枚目、ペイルセインツ、ザ・コンフォーツ・オブ・マッドネス。放題、狂気の安らぎ。マイブラ、ライド、スローダイブがクリエーションレコーズ所属だったのに対し、ペイルセインツは 4AD のバンドです。90年代初めのシューゲイザーのムーブメント。クリエーションと
4AD という2つのインディーレーベルが中心にありました。ペイルセインツのサウンドはジャングルポップ的なギターサウンドを基調にしながら 4AD 的な耽美性、実験性のある独特のものになっています。個人的には80年代ポストパンク、ネオサイケと90年代シューゲイザーの間にいるようなサウンドだと感じます。5枚目はチャプターハウス、ワールプール。これは1991年リリースのファーストアルバム。シューゲイザーブームのど真ん中で出た、サウンド的にも当時の流行ど真ん中を言っている作品です。疾走感のあるギターポップからヘビーなサイケ、ダンサブルな曲、幻想的な曲までバラエティに富んだ楽曲で飽きません。スローダイブのレイチェル・ゴスウェルをゲストボーカルに迎えたり、黒糖ツインズのロビン・ガズリーほか複数のプロデューサーを迎えたり、聞きどころが多い作品です。しかし個人的には彼らにしか出せない個性というものがいまいちつかめなくもあるのですが、シューゲイザーの美味しいところの詰まった名作であることには変わりないです。6枚目、スワーブドライバー、レイズ。スワーブドライバーはシューゲイザーにくくられていますが、意外とストレートなロックを演奏するバンドでした。イギリスの他のバンドに比べドライな高音で、どちらかというとダイナソージュニアなどの US オルタナティブに近いかもしれません。他のシューゲイザーバンドが幻想味や繊細さを打ち出していたのに比べ、マッチョな骨太ロック感があり、正直当時の自分は敬遠していたのですが、改めて聞いてみるとめちゃめちゃかっこいいですね。最近まで車を運転するときずっと流していました。そんな野外とかが似合うサウンドですね。7枚目、ラッシュ、スプーキー。ラッシュはミキとエマの女性2人がフロント、ギターボーカルで、ベース、ドラムが男性の4人組。このアルバムは1992年にロビン・ガズリーのプロデュースで 4AD からリリースされました。ということもあって黒糖ツインズからの血脈を感じさせるサウンドになっています。ミキとエマによるキャッチーで美しいハーモニー、空間を感じさせるサウンド、そして時折見せる疾走感のある曲、美しく可愛くかっこいいアルバムになっています。8枚目、カーブのドッペルゲンガー。カーブはちょっと変わり種で、ボーカルのトニー・ハレディとその他の楽器を担当するディーン・ガルシアの2人組です。2人とも結成当時すでにプロとしての経験があり、2人はユーリズミックスのデイブ・スチュワートを通じて知り合ったそうです。ユニットの形態としてユーリズミックスとカーブはそっくりそのままなので参考にしたのでしょうね。このファーストアルバム、ドッペルゲンガーは1992年にリリース。カーブのサウンドは打ち込みのビートとノイジーながら輪郭を感じさせるギター、浮遊感よりも重厚さの方を強く感じさせるサウンドです。ダークでゴスからの影響を感じさせるトニー・ハリディのボーカルも特徴的で、芯の一本通った力強さ、かっこよさがあります。どちらかというとゴスまたはインダストリアルとの親和性のあるサウンドで、それらの音作りは完成度が高くプロフェッショナルを感じさせます。ともすればシューゲイザーの特徴とはかなりズレがあるようにも聞こえますが、まとっているそのサウンドの空気感、イメージはやはりシューゲイザーのそれだと思います。うがった見方をすればプロ経験者が流行に乗って一発当てようと参入してきたとも取れますが、その実力でジャンルの幅を広げる誰もが認める傑作を作り上げたといったところでしょう。シューゲイザーの起点は諸説ありますが、一般に似た傾向のバンドが出てきてシーンが形成され、多くの人に認識されたのは1990年になってのことでしょう。そこからたくさんのバンドが出てきて、1991年から92年にかけては盛り上がりを見せていたと思いますが、しかし1993年頃には早くもブームは下火になり、94年くらいには完全に過去のものといった扱いになってしまいました。そこからイギリスのロックシーンはオアシスやブラーを中心に
ブリッドポップのブームがやってきて大変な盛り上がりになるのですが、その中で直前にあったシューゲーザーってちょっと無視されてる感じがあった。ライドのアンディ・ベルがベーシストとしてオアシスに加入した時も過去の人感があってなんか悲しかったです。あとザ・ブルラドリーズやザ・バーブなんかはシューゲーザーのシーンから出てきたバンドなのに、当時はその辺ぼやかしてた感がありました。そこはやはり雑誌メディアの影響でしょうかね。それが2000年代になって再評価の動きが出てきて、ニューゲイザーと呼ばれる新世代のバンドが登場してきました。また2008年にマイブラが再結成しライブ活動を始めると、2010年代にはライドやスローダイブも再結成、新作を発表しました。こうした流れの中、一般的ではないにしても一つのジャンルとして定着していったように思います。マイブラのラブレスにしても、リアルタイムよりよっぽど現在の方が多くの人に聞かれ高く評価されていますね。その流れを見ていると何か感慨深い感じがします。はい、今回はそのシューゲーザーがジャンルとして成立した頃、1990年から92年の代表的なアルバムを8枚紹介しました。ご視聴ありがとうございました。